すごい変わっちゃったんで、もうすごいですよね。はい、そしてここが、今年おすすめのポストジェネラルのコーナーです。はい、あのロゴですね。はい、はい、でじゃあポストジェネラル、こちらもちょっとヒストリーちょっと教えていただけませんか。ちょっと僕の勉強不足なので。はい、一応あの発祥ですね。発祥というか、イギリスの、ブランド。あ、イギリスなんですか、これ。です。あの武骨な本当デザインにこだわり抜いて、かつあの値段もそれなりにお買い得なところに抑えつつ、はい、うん、機能性もキャンプでも全然使えるあの機能性を持ったところになってくるので、あの一度見に来ていただければ。そうですね、補足があったらお願いします。はい、補足、あのかなりおしゃれでミリタリーテイストのブランドになりますので、そうですね、かっこいいです。ポイント、はいはい、ミリタリーです。そうです、はい、ミリタリー女性にもすごく人気あります。はい、というあの影の声を一つありがとうございます。じゃあちょっとあの、中行ってみましょうか。はい、なんかやっぱりなんかいろんなザックがあるなって感じですよね。ザック、はい、ザックもあるし、はい、ね、とかもたおしゃれなのがこちらですね。一番最初僕が出てきたのがあるんですが、こちらのこれが、何ですか。ポストジェネラルの LED のシリーズです。あの形結構いろいろあります。素材がガラスに見えるんですけど、これプラスチックです。おプラスチックです、はい、なのであのキャンプとかで使っていただいても割る心配がないので、もう本当こんな感じでテントに吊るしていただいたりとか使います。これ家の中でもいいですよね。家の中で、はい、うん、で電池です。あ、電池です。単4の乾電池で動いてます。なのでまあ電池なので、あの環境配慮をする方はぜひ充電式の電池で使っていただければいいと思います。なるほど、はい、LED のランプ1個に対して3個ですの単4乾電池を使ってます。とあとはもう1個充電式のものもあります。これですね。はい、はい、これだと、充電タイプで、あ、今ありがとうございます。はい、ボタン操作であのオンオフできます。あ、花ってどっから出てくるんですね。そうです。リモコン、リモコンです。リモコンですね。リモコン付きで販売されてまして、ただ、例えば2個の LED のランプを1個のリモコンで同時に操作できます。あ、2つを、はい、あら、まあ、2個と2個多分あのこの赤外線が届けば操作できるので、結構キャンプ場便利なんじゃないですか、ね、便利ですね、はい、ちなみになんですけど、お値段がいくらですか。これのタイプ、これですね。で、なんと1400円です。安っ。あの多分他のメーカーでいくと大体2000円台になってくるかなとは思うんですけど。そうですよね。映ります。明るくします。これで1400円です。はい。でこっちの、はい、ペンダントライトっていうんですかね、これって。そうですね。ハングランプですね。これで1800円です。安いですよ、これ。なかなか本当に結構来ていただいたお客様はみんな安いってことで、うん、この リモコンのやついくらですか。リモコンのやつ、これが、充電式、中身がですねリチウムイオンバッテリー入ってるんで2800円です。あ、まあそれでも、はい、お手頃かなと思います。そうですよね、まあこれをなくさないようにしてね。もう一種類あります。あ、種類も、あ、種類結構あるんですね、これね。あのこっちの大きいタイプもあります。あれどこ行った？行った。はい。でっかい方と小さい方で種類があるので、同時にあのリモコン今ジョンさんが見てる。なるほど。そうです。離れたところからもう一個のリモコンで。複数のライトを操作できるんですごくいいんじゃないですか、ね、これはね、いいですね、はい、置いてこれちょっと使えますね、いろんなシーンで ねフィーチャーしたいはい、それは何ですか、 UFO みたいな感じで、はい、ドローンの半分もねものみたいな感じでどうですか。トライパネルソーラーチャージャー LED、 ちょっとネーミングが長いんですけど、あの要はこっちの面で、太陽電池で充電をします。で、3枚あるんで使い方結構いろいろあるんですけど、
こんな感じですね。で、何でしたっけこれ。懐中電灯。懐中電灯ですね。懐中電灯でもこうやって使えます。で、充電の方法が、ソーラー充電と、あとは一応、USB。マイクロ USB。USB ですね。はい、ここで。こんな感じです。ここで USB させていただいて充電することもできます。と、あとは、磁石がくっついてて斜めに。こうやって貼り付けられます。あー、なるほど。便利、はい。これは便利ですね。どこでも引っつく。どっかにこう引っ掛けたいときに。そうですね。キャンプで車とかにも引っ付く。そうですね。あ、車なんかもね。あ、これ便利だわ。はい。これでいくらですか？これで3800円なんです。安っ。全然。早っ。これあと6つしかないですけどもね。大丈夫ですか？在庫あります。あ、はい、あとベストジェネラルって言ったら、後付けで今持ってる、キャンプ道具に、あ、チェアですね。こっちか、明るい方行きますか、はい、じゃあどうここ、こちらの方で。グッドバイブトレイって言うんですけどね、はい、トレイですね、はい、はい、四角いのと丸いのがあって、これが1000円です。これがまたね、いいんですよ、はい、ちょっとやってみましょうか。そうですね、別売りですけど、はい、クランプこれですね、ちょっとこの組み合わせずずいとフィーチャーしてもらえる、はい、クランプあります。で、この別売り2個買っていただいて、お手持ちの、まあ、チェアですね、肘置きとかがあるタイプのチェアで、これを引っ掛けることができます。オッケー、オッケーですか？こういう感じで、あ、だいぶ開けちゃった。なるほど。ちょっと見せちゃうんですね。回して。回して、で、そこで、要は引っ掛ける。で、これで、引っ掛けていただいて、あ、コップがないんだ。あ、あった。こんな感じで。おしゃれですね、これは。なんで、まあ、座り、ローチェアとかで、座っちゃうと、起き上がるのも大変なので、そうですね、面倒になるんで、まあ、肘のところにこれ置いといていただいて、うん、好きな時に飲み物を飲むっていうのもすごくいいんじゃないですかね。うん、ちょっといいな。これでいくらですか？これが？こっちが、トレイの方が1000円です。で、これが、1400円です。あ、なるほど。クランプが1000円なんで、うん、ちょっと計算苦手ですけど。なかなか、でもこれなかなかいいですね。はい。どこでも。おしゃれですね。おしゃれなんか、あと、女性の方は最近お客様に人気があるのはこのラグのシリーズですね。そうですね。結構種類あって、まあ、キャンプで使う人もいると思いますし、ご自宅で、こっちか、うん、ご自宅で全然使えるものなので、こんな感じで種類が大きいやつもありますよね。あります、うん、一応、大小あってお値段がこんなのもあります。もうでかい。ほら、テントの中にも引けます。はい、そうですね。テント、ラグ、マットレスの下に引いていただいたりとか呼ばれるんでね。一応小さい方のサイズが2400円で、今川島さんが持っていただいているのが7800円です。これでもね、家に引いてもね、全然、結構みんななんか家で使うみたいで、話を聞くと。これ、はい、あれですか、アラジンみたいに飛びます？飛ばないです。飛ばないですか？わかりました。アラジン。汚れたら洗濯機で洗います。ありがとうございます。一応洗濯が可能です。はい、あとポストジェネラル、種類というか、人気なのがこのまたカゴですね。トレですね、はい、これ1個1800円です。で、使い方がもう本当にいろいろあって、ポストジェネラルの専用のこのカゴに合わせるクーラー、バッグ、クーラーバッグありますね、はい、もあります、はい、クーラーバッグ、はい、あります。で、特徴としてはカゴを収納するときはこうやってコンパクトに収納していただいて、
まあ、実際に物入れていただいてテント持っていくとそのまま重なると潰れるんで、あの手持ちのところこうやってよいしょ、よいしょ、こうやってやってあげるとその上にカゴを重ねられるんで、なかなか工夫されてますね。これ結構使い勝手が良くてっていうことで、あの奥様方が買っていただいてます、うん、はい、これ種類はこの種類が、ロングのタイプと、あとこういうやつもありますよね。あとは四角いこう普通のバスケットですね、うん、とあの横長のバスケットがあります。と一応こちらが1000、あどっちも1800円です。まあ実はあとはこういうのをかぶせると、はい、ねえお買い物バッグになっちゃう。お買い物バッグっていうか、はい、家庭に人気があるのはそのお買い物にも使えちゃう。そうですね、お買い物に使えますからね、はい、いいっすよねこれね。これ普通のスーパーなんかで行くのもいいっすよね、エコバッグ。あとはまあまあ他にもたくさんエコバッグ、はい、こんな感じのバッグがあります。まあ、ちょっとあの結構生地厚なので、お値段がこのスモールサイズで4500円です。あ、結構しますね。はい。ただあの耐久性っていうところでいくと本当にあの丈夫な生地なので、はい、長く使えるんじゃないかと思います。あのちょっとダメージが出たぐらいが多分味が出て、そうすごくいいんだと思います。はい。とあとはこれですね。どっちらですか？逆にこういう薄い生地のタイプのエコバッグですね、うん、これもあの小さく畳んでいただいて、あの普段のエコバッグというか買い物をちょっと行った時に使っていただければどこですかね。それ僕も買いました。いろいろバッグありますよね、これね、はい、ほら、おー、いい感じ。生地がすごく軽いんでね、邪魔にならないかと思います。はい、色も結構ありますよね。結構ね、これね、あ、これこっちですか。この生地がね、いやこれ触らさせてあげたい。これもうすごい柔らかいし、触り心地が、はい、いいっすよね。いいっすよね、はい、こうなかなかいいっすよ。はい、これなかなかね、生地がいいですね、やっぱこれポストジェネラル特有のあれですね。今までこんなのなかったですもんね、はい、初めてこういう素材感のものが。そうですよね、薄くてなんかシルクっぽいような。そうそうそう、シルク、そう、はい、いや触らさせてあげたいですね。触ってください。はい、おお、いい感じ、すごいいい感じなんですよ、はい、だからで、ね、お値段は、お値段、こっちの大きい方で1200円です。おお、これ小さいのやつでも900円ですか。はい、大中小あって、1200円、900円、680円、はい、サイズが3種類あります。あー、なかなか、まあ、割とね、いいですね。皆さん、こちらですね、本店でこのいろんな種類ありますから、ぜひですね、こちら来て触ってください、はい、で、いろいろね、見ていただければ。はい、あとアクセサリー類でポストジェネラル何かございますか？え、もう本当、結構種類